ズンチャッチャン、当たり前、当たり前、当たり前体操。人間は死ぬ。こんにちは、戦死者の魂を再び戦場へと導く鬼畜女バルチリのギラギです。どうせ死ぬのにダンスが上手くなってどうするんだい。答えられないのかい、グリロナ。はい、ということで皆さんのやる気を削いだところで、今日はね、スワル、スワル、発音が際どいんだ、スワル。日本語表記だと座る、発音はともスワル、スワル。こんなんです、こんな、こんな、セクシーであるべきだ。スワルはセクシーであるべきだ、小泉。こんな感じです、大体大体こんな感じ。なんかね、トレインと混合されがちなんだけど、根本的に違う、仕組みがまず違う。そういう話を今日はしていきたいと思う。スワルはトレインとは根本的な仕組みが違うという話を今日はしていきたいと思う。トレインとスワルはそもそも根本的な仕組みが違うという話を今日はね、まず、まあ、タップ系なんです。こういうトゥントゥン系、トゥントゥン系、トゥントゥン系の動きなんですけれども、つま先ですね、つま先メインで使っていきます。どっちかの足にもう片方の足を寄せる、戻す、寄せる、戻す、寄せる、戻す。これを繰り返す、寄せる、戻すを繰り返す。でこの時に、注意なんですが、つま先がこの前を向いた状態でこうじゃないです。これだとガレッジセールになるわけよ。エンダンス、エンダンスになるわけじゃなくて、足を前が、太ももの内側を前に押し出すような感じです。太ももの内側を見せたの、私の脚線美を見なさいって感じよ。太ももを押すっていうのがちょっと出す感じです。ダン。でこの時に足の下半身の意識で押し出そうとするんじゃなくて、上半身を使ってあげるんですよ。どういうことだ。これがそのトレインとかとの違いなんですけれども、上半身をね、ひねってあげる、ひねってあげるんですよ。そしたら自然とね、多分足がこうなると思う。開く。あの腰ってほらくっついてるじゃないですか、上半身に。これ知らなかったと思うんですけど、腰ってくっついてるんですよ、人間の体って。ごめんね、ちょっと衝撃の事実なんですよ。ひねったらついてくる、下半身が。ひねったらついてくるはずです。歩きながらだと多分すごい分かります。歩きながらひねってください。そしたら多分、はわわってなると思う。まっすぐこう、こうじゃなくて、ひねったら、はわわわってこうなるでしょ。スノボーで学んだ。なので、上半身をひねることで足のこのももをこのシルエットにできるっていう骨着動で戻します。戻した時また正面で、今度反対にひねってあげる。ひねってあげたらこうなるね、こうなるね、こうなるねっていう感じです。コーネリア、コーネリア、コーネリア。最初は多分アップがいいですね。上、上で体ひねるね。なんで少し体が先行する感じ、下半身先行っていうよりも体がいって、このさっきの太ももTになるんで、こうなるね、こうなるねっていう感じです。はい、あれこれ録画されてるか。あ、録画されとった。病気、こういう病気で。手なんですが、手はね、何でもいいよ。なんかこんなこう、これ以外だったら何でもいいです。これだと座るじゃないですか。うんこです。うんこです。うんこって呼ぶ、俺は。俺はうんこって呼んでる、これ。まあ、上からアップなんだけど、まあいいや、好きにしてくれ。要はこれができてるから、体のこの感じ。体のこの感じができてれば OK です。で、まあ少しお気づきの方もいると思うんですけど、この棒立ち、ぼったちでこう、ぼったちひねりじゃなくて、少し傾け、若干なんか、若干前のリーシチアップだったらですね、アップだったら若干この少しくの字を描いてあげるっていう感じですかね。はい、座るの、レベル1、体をひねることで足がでっかくなってでっかくなったってひねっちゃった。下半身も同じくこうひねっちゃった。次、少しくの字を意識する。アップ、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 アップ。でですね、まあ慣れてきたらこう今度は飛びながら
やるんですが、これがだからちょっとトレインとごっちゃになるところなんですけども、トレインは思い出してほしい、トレインはダウンじゃなかった、ね、ダウンやってる、トレインアップでやる猛者はなかなかいないと思うんだけど、けどスワルは、まあ、基本この割と上気味というか、ノリ重視、なかなかこのダウンで、まあ、やる、できることはないけどって感じですか、できやるけどさ、まあ、やれるけどさっていう感じなんだけれども、標準ではそんなにこのダウンで落ちることはないと思う、ないと思う、ありがてえ、ダウンで落ちることはねえ。基本これもハウスなんで軽さをね、軽さと柔らかさを意識して、あんまりその手やるね、手やるんじゃなくて軽さは軽く、やっぱただたまにはやっぱアクセントつけてあげるといいですね、こういう話で、他の動きと混ぜてあげたらめちゃめちゃ素敵やんっていう感じでした。今日はフェルオーダーをしました。チャンネル登録はしないでください、きつい、もうきついでもチャンネル登録もしないでください、高評価も任せます、それはもう任せますって感じ。以上、今日は何の設定だったっけ、何だっけ、小じきじゃなくて何だっけ、まあいいや、小じきでした。